大粒で甘みが口いっぱいに広がる。胆振の豊浦町名産の豊浦いちご。このいちごを求めて、毎年6月上旬に開かれる。いちご豚肉祭りには、多くの人が訪れます。しかし、今年は新型コロナの影響で中止に。豊浦町の特産品を楽しんでいただけるチャンスだったので。 本当にとても残念だなと思ったんですが、致、まあ、し方ないのかなという思いです。いちご農家の伊藤正彦さんも毎年祭りでいちごを販売していました。楽しみにしてる人が来なくなるんで、やっぱり裏、ね、もとしてもなんか <laughs> やりがいがなくなるというか力がなくなるいう。 こうした中、道内各地のお祭りを自宅で楽しめる新しいサービスが登場その名もどこでもお祭りの紹介とともに会場で売る予定だった地元グルメもインターネットで販売いちご豚肉祭りで人気の豊浦いちごや特産の豚肉 おたても買うことができますお祭りでイチゴを買う予定だったのでどうすればいいのっていうお問い合わせとかが来てますので、まあ、とてもいい企画だなと思っています4月に開設されたドコフェスその構想はコロナが流行する前からあったと言い,いますお祭りの現地の様子をウェルで中継をして現地で食べられる特産品を 自宅で、えっ、ー、と、楽しんで、まるでお祭りを体感することができる、そういうようなことを考えていました。来年こそは、主催者の皆さんと協力をして、本当にお祭りを体感できるサイト、そういうふうにしていきたいと思っています。一方、こちらは、明日から始まる予定だった、よさこいソーラン祭り。 その開催を諦めきれない人たちがいましたボランティアの学生たちが準備していたのはバーチャルよさこい騒乱祭り過去の祭りの演舞などえりすぐりのシーンを明日から5日間 YouTube で生配信します 土日にはおよそ200チームの力強い踊りを一気に見ることができますチームさんだったりとか楽しみにしてくださったお客さんのこう気持ちをつなぎ止めたいなと思いましてこう足を運ばなくても見に行けるっていうメリットがあるので今まで見たことがなかった人にもこれを機会に見てもらいたいなと思っています。